きょうの御言葉から始めたいと思いますが、章えー、と首都行伝の九章の31節に改めて読ませていただきますが、こうして教会はユダヤガリラやサマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ、精霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していっ だと。この。まあ、一句を。二千十七年。度の。横浜英国教会の、ま教会方針。の見言葉としてですね。あの。この箇所。を導かれているわけでございます。まあ、標語は。基本的クリスチャン生活の確立。 という標語でありますね。でこの標語も去年から継続しております。そもそもあの基本的クリスチャン生活の確立というのはその前にまだ言葉がありまして礼拝を中心としたまこれはあの修法のあの中にですねいつも掲示しておりますし、あの。 教会総会でも確認いたしますけれどもですから礼拝を中心とした基本的クリスチャン生活の確立のまあ後半部分の言葉ですで基本的っていう言葉がありますよねでこの基本的クリスチャン生活を確立しましょうまあ今までも確立してきたわけですがまあよりそう このことを再確認してということになるわけですね。で今日のこの中心聖句があの同じこと同じような言葉が書いているのがこの基礎という言葉が書いておりますよね。えー、基礎が固まり基本が固まりでもいいでしょうし、まあ、土台が固まった。 基礎が固まるというのはまさに最初のときもありますし時間が経過をして途中でも固めなければいけないしということやっぱりこう基礎固めというのはやっぱり非常に大事だということは、まあ、皆さんももうそれぞれの分野でよくご承知だと思うんですね学問の分野でもスポーツの分野でも。 また習い事の分野でも芸術の分野でもやっぱり基礎がきちっとしてる基礎ができたからもう卒業しましたではないということですでちょうどその基礎が固まりという言葉がこの、えっと、首都行伝のこの箇所にまあ出てるんですねで首都行伝というのはこの歴史書でございます ですから、えー、と時間軸に従って記録していきます。で最初はこの使徒行伝ですね。この使徒行伝の最初は何かというとあのイエス様のよみがえりイエス様の復活そして、えー、ペンテコステで教会の誕生ですから教会がエルサレムの,あの町にですね この聖霊降臨によってまあいっぺんに3,000人の人がですねそこでクリスチャンになりそして教会が誕生したというですね使徒行伝の最初に書いてございますよねじゃあ使徒行伝の最後は何かというとその当時の世界の中心であるローマにこのパウロという弟子がローマに行って福音を伝えました つまりこのイスラエルの小さな地域からその当時の世界の中心であるローマに福音が伝わっていってそしてキリスト教がこの、まあ、ヨーロッパにこう伝わりそしてヨーロッパに伝わったことによって世界に伝わった、まあ、世界宗教になっていったそして私たち、まあ、日本ですねちょうど。 イスラエルからみんな地球の裏側になるでしょうか、その日本にいる私たちも、まあ、皆さんよくご存知のこのザビエルによって、またあの明治時代、ですねプロテスタント教会の,その宣教師たちが来たということで、私たちもその、まあ、恩恵に預かり、そしてキリスト教というか聖書の話を聞き、イエス・キリストを信じたということになるわけです。でそれの 一番最初つまり、えー、教会が誕生してこのローマに行くつまり世界宣教になるというこのことが、えー、使徒行伝に書いてあるでその、うん、まあ、えー、ですねちょうど真ん中ぐらいに書いてる言葉が今日の、えー「こうして教会は」 ユダヤ、ガリラヤサマリア全地方にわたって平安を保ちという。地名書いてますよね。ユダヤ、ガリラヤサマリア全地方。で、これがこの、まあ、いわゆるイスラエルの国、このユダヤのあの国ですね。まあ正確にいろいろあると思いますが、まあその地域を指しているわけです。で、その地域全体に、 この、えー、教会ができてそして次第に信徒の数を増していった信徒の数も増えていったそしてその先はどうかというと今申し上げたように最後はこのローマに福音が伝わっていくというそういうこの歴史の流れの中でこの使徒行伝を書いたルカという人はこの 見言葉を、まあ、あるですですから私たちも何かをこうまとめて、そして次の段階に行くっていうときに、そのことをこう確認する言葉ってあると思うんですね、まあ、教会もそうですね、今日は教会総会です、まあ、教会に限りませんよね、何かのこう働きをしていくときに、事、まあ、業でもいいです。 何かこう、こっからここに行く。そして、このところで、この中間で、そのことをちゃんと確認した。そして確認して、こっからまた新たな飛躍が起こっている。まあ、ある意味では、<laughs> 違う言い方をするならば、このキリスト教が脱皮していくわけですね。つまり、民族、民族宗教から世界宗教へと脱皮していく。 で脱皮っていうのはこの広がっていくということです。でこのユダヤガリラやサマリア地方というのはこれはちょうどまだこの、えー、その枠の中にいるということなんですよね。ですからこの枠の中でずっといたとしたらある意味では民族宗教、まあ、ちっちゃな民族の、まあ、宗,宗教に終わってた。だけどそここからこう ま、脱皮していく。まあ、脱皮ってもですね、あの、人間的に脱皮するわけじゃなくて、この精霊の力、神様のご計画によって、神の御座によって飛躍していくわけでございますが、そのちょうど、飛躍する前え、確認するという言葉がこの言葉なのであります。ですから、基礎が固まりということも、あの、最初、一番最初に、 じゃあこれから始めますから、基礎を固めましょうという意味の基礎固めではなくて、ある程度、働きが進むその前進した中で、再度、ここで基礎を固めましょう、そしてここで今までのこういうことを確認して基礎を固めて、そして次またね新たなこう飛躍をしていきましょう。 ですから飛躍ありますよね、次第に信徒の数を増していったということになるわけでございます。基礎が固まり、基礎固め、まあ、私たちで言えば、基本的クリスチャン生活の確立のその基本を固めるというのは、まあ、いつも大事なんですけども、特にことあるごとに、 また何かのこう節目さあこれから新しく飛躍していこうねそういう時にその基礎を固めるということが非常に大事だということを、まあ、この言葉から私たち教えられるわけでございますそうこの基礎を固めるということを周り、まあ、いはおろそかにしていくと まあ形だけはなんとかなった、まあ、無理やりやって、そしてなんとかね、えー、やれたけども、でもやっぱりそこには無理がある、矛盾がある、またいろんな問題が発生するので、結局、だめになってしまうということになると思うんですね。ですから、こう、基礎が固まるということが非常に大事なことです。で そういう中で、えーっと、聖書をちょっと開ける方は、193ページ、ちょっとあの遡ります、記録色ですから、この、えー、教会の出来事が順番に書かれていますね、皆さんで言えば日記を書いているようなもんですね、今日はこんなことがあった、こんなことがあった、こんなことがあった、それを具体的に書いているのが首都行伝ですから、ちょっと前に遡ると、 えっと、8章の前の言葉に言ますけども、えっと、59節終わりの方ですがこうして彼らはステパノに石を投げつけている間ステパノは祈り続けていった「主イエスよ私の礼をお受けください」そしてひざもついて大声で叫んだ「主よどうぞこの罪から彼らを負わせないでください」こう言って彼は眠りについた。 ステパノー殉教の場面ですよね。それも、あの、ユダヤ人から、同胞のユダヤ人から、まあ、石を投げつけられて、そしてここで、まあ、殉教するという場面を書いております。そして、えー、っと、この場面に、後のパウロになる人、つまり、今申し上げました、えー、ローマまで福音を伝えていく、その使命を果たす、 このサウロがここにいたわけです。8章1節サ,サウロはステ,ステパノを殺すことに賛成していたと。あ、やめなさい。そんな殺すなんてじゃなくて、やれやれっつね。ということですよね。そしてパウロ、このサウロ自身も、その、迫害していた。その、その日、エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒以外のものはことごとくユダヤとサマリアとの地方に散らされていった。 この言葉って結構重要なんです。さっきの開いた、ユダヤとサマリアの地方に散らされていったとありますよね。エルサレム教会、エルサレムというこの地域ですね、これ首都ですけども、そこにまあ教会ができた。だけどこのステッパーの巡教があって、そしてこのサウロという人が、まあ、ある意味では渡りに船というか、 ここで一挙にね、もうキリスト教会を叩き潰してやろうと、そういうことですよね。これを機に、ね、一気火星に、この段階でキリスト教会を叩き潰してやろうということで、このサウロがこう大迫害をしていく、でそのときに、この、まあ、ある意味は逃げていくわけです。逃げていくわけですね。えー、っと、地方に散らされていったとありますよね。 で、単に怖い怖い怖いって逃げよう逃げようっていうんじゃなくて、まあある意味では逃げている中で、逃げているって言葉を使うと誤解かため、確かにそうですよね。逃げている中で福音を伝えていったんです。怖いから黙ってよ、じゃなくて、散っていく中で福音が伝わっていって、そしてこの地域、ユダヤとサマリアの地方に散らされていったという、これなんです。 そして、その迫害の対象だったこのサウロ、とんでもないことですよね、こんな怖い人いませんよね。で、この人の改心が9章、ちょっと1ページめくっていただきますと、9章の一節に、195ページ。さて、サウロは、なおも主の弟子たちに対する脅迫迫害の息を弾ませながら、 第三者のところに行って、ダマスコの諸怪堂宛の天使を求めたえ。つまり、彼は、すごいまあ、息が荒い。それも、脅迫と殺害の息を弾ませながら。なんかもう、ちょっと怖いですよね。それとともに、えっと、この天使を求めた。つまり、そういう、まあ、迫害、捕まえて、ね。 えー、そうやって牢屋にぶち込む殺すということを、大祭司の許可をもらったということを言ってますね。ですから、いわゆるお墨付き。俺のやってることはね、そんな、あの、私的なことじゃなくて公的なことだよ、という、そのお墨付きをもらって、えー、そして、さあ、ここでもうね、クリスチャンの奴らを、ね、もう,もうひ、まあ、引っ張ってきて、そして、まあ、しえー、裁判にかけたり、 また処刑しようと。いう、そこが、こう、始めたときに、サウロ、サウロをなぜ迫害するのか。ちょうど、ダマスコに向かっていったときに、このイエス・キリストの声を聞いたというんですね。で、この後、サウロのまさに劇的改心ですよね。迫害者だったものが、これほどのですよ。 これほどの迫害者、ちょっとキリスト教嫌いとかじゃないですよね。これほどの迫害者だったサウロが、周りはもうひっくり返って、そして、最後はね、自分自身が、この、その当時の世界の中心であるローマに福音を伝える使徒になっていくということなんです。で、その中で、まあ、この、サウロが、まあ、 あの、ま、まさにひっくり返るわけですけども、クリスチャン側から取ってみたら、ええー、あいつ大丈夫サウロ大丈夫ちょっとまだ不信感ですね。もう一つは、えー、サウロがかつていた、このユダヤ人側に取ってみたら裏切り者になるわけです。どっちにしても非常に難しい状況になることが、この使徒行伝のこの後書いてるんです。具体的に。で、 そのことが、まあ、どうしようか、そして、まあ、なんとか、クリスチャンの側というか、キリストを信じる側は、そのバルナバという人の、まあ、なんていうかな、彼は大丈夫だよという、そういう言葉で、まあ、なんとか彼を受け入れたっていうことが、今日の箇所の前の箇所なんです。えっと、29節 ところで、バルナラバは、えっと、196ページ、九章の27節使徒行伝九章の、えっと、27節下の段の一番最初の行ですね。 ところがバルナラバは彼の世話をして人たちのところに連れて行き、途中で主が彼に現れて語りかけたことや、彼がダマスコでイエスの名で大胆に述べ伝えた次第を彼らに説明して聞かせた。それ以来彼は人たちの仲間に加わり、エルサラミで出入りし、主の名によって大胆に語り、ギリシャ語を使うユダヤ人たちとしばしば語りありまた論じ合った。しかし、彼らは、 彼を殺そうと狙っていたですね。ですから、両方ありますね。今、私が申し上げたように。そして、兄弟たちはそれを知って、彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。まあ、このままだったら、えー、裏切り者としてね、ユダヤ人から殺されるかもしれないから、まあ、イエス様を信じているクリスチャンの人たちは、まあ、他に行きなさいと。ここにいたらね。 命も奪われるからっていうことが今日のこの31節の言葉の前にあって、そして31節にこの今の言葉、教会はユダヤ・ガリラア・サマー地方に渡って平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ、精霊に励まされて、歩み、次第に神道の数を増していったっていうこの言葉がここにあるわけです。そしてその後どうかというとあまりまあ詳しくすると時間がなくなりますので、ペテロが登場するわけです。 で、ペテロが登場して、えー、そして、えー、ペテロ、ユダヤ人ですよね。それで、神、あの、夢を見、あの、夢を見た、えー、あの、うん、布にね、えー、その、汚れた、あの、えー、動物が、旧約聖書でいう、汚れた動物が、あの、あった。神様、食べなさい。いやいや、食べ、食べられません。これは汚れたものです。え、神がね、清めたものを、汚れたと言ってはいけない。 でこの幻というのは、この違法人選挙、えー、イエス様のことを、神様のことをね、ユダヤ人だけじゃなくて、この違法人、まあ、外国の人ですね、に伝えなさいという神のメッセージなんですよね。で、ペテロがそのことを聞いて、えー、そして、ペテロもそのことを受け入れて、 違法人に福音を伝えていく、まあ、最後ごめんなさいこれ以上長くしますが200ページ開いてくださいますか私たちあのあのイエス・キリストを信じる者をクリスチャンと言いますよねでそもそもイエス様を信じているキリスト教徒のことをクリスチャンっていうのはどこ,どこで始まったかというと11章の26節なんです。 彼を見つけた上安定受けに連れて帰った。二人は丸一年、とももに教会で集まりをし、大勢の人々に教えた。この安定受けで初めて弟子たちがクリスチャンと呼ばれるようになった。書いてますよね。えクリスチャンとこっから呼ばれるようになった。ということは、何言いたいかというとこう、信者が次第に増えていった。その えー、キリスト教がどんどん伝わっていって信じる人がユダヤ人の中、そして特に違法人の中にどんどん増えていって、そして増えていった人たちのことをアンテオ家の街でクリスチャンとまあ呼ばれるようになった。そしてなおここからまあずっと進んでいくわけです。だけども、この言葉も、えっと、19節を見ていただけますか。ちょうど200ページの下の段の 下の段の一行目です。さて、ステパノのことで起こった迫害のために散らされた人々は、ピニケク・ポロ・アンテオケまで進んでいき、確認したい言葉は、ステパノのことで起こった迫害なんです。わかりますよね。そもそもこの出来事っていうのは、ステパノの殉教の死によって、 で散らされてていってそしてその対象であった迫害の対象であったサウロが劇的改心をしてパウロになっていっただけどもそのパウロもまあ両方からまあちょっとね信頼されないという中でそしてまあえキリストを信じている者たちがパウロを信頼してそして彼がそのローマに伝えていくそしてここは、えー、その ユダヤのね、地方から、えっ、ー、と、小アジアトルコ、今のトルコですね。そこにこう、なおこう広がっていったわけです。で、その広がっていったときに、そもそも、この地域、トルコ地方に福音が伝わったのはどうしてですかなぜこのトルコの地方にクリスチャンがいるんですかって言ったときに、この19説。そもそもね、そもそもね、あなたに福音が伝わったっていうのは、 ステーパノの殉教の迫害によって散ってった人たちがいてそしてどんどんこうね散らされていってトルコまで来てそして福音が伝わったんですよと言ってるわけですなぜこのことが起こったのかなぜ私は今このように横浜エコ協会にいるのか礼拝の場にいるのか イエス様のことを聞いてるのか、信じてるのか。わかりますよね。そもそも、ステパノの殉教っていうところから、物事がこう動き出していって、そしてあのことがどうなったんですかと確認したのが、この十九説の言葉なんです。そしてその間に入った、まだね、この、 イスラエル地方にとどまっていたときにルカが確認した言葉が31節の言葉なんですね。なんでそんな,なんかややこしい話を牧師はするんだとつまり冷静に歴史をたどったわけです私たちもやはり冷静に歴史を見ていく何が起こったのか でそのときに、この、えー、基礎が固まっていく、また確かにクリスチャンはどんどん増えていっているということの中に、まあ、世の中的な言葉でいうと、いいことづくめではないんですよね。なそもそも、これはステパノの殉教から起こっている、そのことをこのルカは忘れてないわけです。 まあ、教会のこともそうですけども私たちの人生もそうだと思いますね現実もなんでこんなことが起こっているんだろうか人が殺される殉教するっていうのは悲しいことであり残酷なことでありね避けたいことですよね教会にとってはでもこの後も殉教者が続くわけですそういう中で 確かに働きは進んでいるんだけれどもそういう周り、まあ、では本当にどうしてこんなことがなんで殉教者が起こるのそれどうしてこういう問題があるのあとはあの同じイエス・キリストを信じている者の,の中でもユダヤ人出身のクリスチャンと違法人のクリスチャンがねこう周りにはこううまくやるっていうことはやっぱりちょっと大きな課題があったんですよね。 でそういう中で、この三十節の言葉がある、でそのときにいろいろありながらも、きょうのおの、えっとおあの,言葉の中心というのは、えー、この地,地名のあとに、のもう一度、使徒行伝に戻りまあの九章の三十節の言葉に戻りますが。 平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ、精霊に励まされて歩み、そしてその、まあ、次第というか、その結果、信徒の数を増していった。で、この中のことなんですね。で、これが、外側ではなくて、単に人が増えていった、 い、まあ、いろいろ大変なこともあったそれもちゃんと記録してるんですけどももっと大事な、まあ、内面的な心のことつまりこれが大事なんだでこれがここで確認されたんだっていうのが平安を保ち基礎が固まり主を恐れ精霊に励まされて歩みというここなんです。 いや、それは使徒行伝に書いている、この初代教会の歴史の中で調べてみたらそうだし、ルカという人はここをこう確認している。ああ、そうですか。というだけではなくて、私たちの教会もそうですよね。ちょうど半世紀を過ぎようとしています。約50年ですね。60年になろうとしていますね。この時間というのは、 やはりもう一度やっぱり基礎を確かめる時ではないかと思います私の年齢もちょうどこの教会の,その、えー、と歴史と近いんですねですから感じるんですねそれなりの時間が経っている先輩たちもいる素晴らしいスタートがある、ね、エクサム先生です、ね、によって,、まあ、よってもちろん神様ですよね神様ですそして神様がいろんな人を使わしてですけれども その使わされた人はエクサム先生。そしてですね、そしてこう今に至っている中で、どこの教会もそうなんですけども、初代教会もそうですね。最初はやっぱ燃える思い。まさに基礎ですよね。これ大事なんだ。だけど、人間で言えば中年になる。そして基礎ということをおろそかにしがち。 ですね、あ分かってる分かってる私もその一人だと思いますねそういう中でもう一度基礎を確かなものとしたい私たちの基本的なクリスチャン生活の確立主をイエス・キリストを中心としてそしてある意味では聞き慣れている言葉 礼拝を大切にする、神様の言葉をしっかり読むお祈りをするまた主に捧げ物をするそして私たちがこのような形で使徒行伝の歴史の,です、ね、その継続として今もある意味では使徒行伝が続いている中に私たちはいるという自覚の中で福音を伝えていくイエス様のことを伝えていくいやそんなの知ってますよ そのことをやはり一人一人確認していくっていうことだと思いますね。そしてそのスピリット、その心というのが今申し上げたこの中の言葉です。こんな大変なことがあるのに、外には迫害、中にはですね、人がどんどん増えるっていうことは、課題も大きくなるわけです。先ほど申し上げたうどね。それぞれ違うわけですから、たった一つ、 キリストによってイエス様によって一つになっている精霊によって一つになっているだけですから他のことはいろいろ違いがある中でだから外に内に、えー、いろいろあるそしてそこでじーっと黙ってるんじゃなくてローマに至るまでどんどん福音を伝えようとしているわけですねそれが神様のご計画であり精霊が私たちに教会に神様がそのことを命じていらっしゃるということを信じてそして外に向かってどんどん 福音を伝えていくのがこの初代教会です。ですからじっとそこにいるわけじゃない。ということは、動いているということはいろんな問題が起こる。そういう中で平安を保っているって書いてますよね。平安を保っている。ええー、だっていろんなことあるじゃないの。パウロさんどうするのペテロさんこれからどうなるの 殉教者も出てるじゃないの。私たちも、殺されたら、いや、ちょっと困るわね、っていうのは、こういう状況ですよね。そういう中で、この、平安を保ちという言葉がある。私たちは、何かするときに、周りを恐れてビクビクしてしまう。まさに、臆病になってしまう。あとは逆ですよね。えー、もう、自分、自分が正しい。 ちょっとねアメリカの大統領もどうかどうか知りませんけどもとにかくそうですね自分が正しい他は間違いこれやれその両極端になっちゃいますよねそして破綻してしまう私たちそうではない本当に神様からの平安を与えていただいてそして精霊に導かれてそして神様の御心に従って 生きていくそこに平安がある神の御心に平安があると信じて進んでいくということですね誰かの大きな声でいやいやみんなのことで、えー、あの人こう言ってるああ言ってるっていうわけではなくて主の御心に従って主の御計画に従っているから平安を保つあとは主恐れまあ恐れですね主恐れこれは イエス様に対する、ある意味では絶対的な信頼でございますね。恐れるっていうのはそういう意味ですね。イエス・キリストがご自分の血を持って、命を持って私たちを救い、教会を作られた。そのことを信じている。だからイエス様がご自分の命にかけてこの教会を作られたんだから、そのお方を心から信頼して、いろんなことがありますね。だけど、その方に対する絶対的な信頼。 持って進んでいくこれが主を恐れるそうじゃないと右郷の主になってしまいます右郷の主っていうのはですねあの鳥が合うという言葉ですよねあパピチピチパチパチワワワみんないろんなこと言っててあのイスラエル民族がイスラエル民族がカナの地にあごめんなさいあのアラノに入って40年間もかかって神様の約束の地に行った40年もかかった ちゃんと歩けば2週間ぐらいで行けるのに。なぜそんな40年もかかったのか。もう収拾がつかなかった。まさに右后の主私はこっち行く、あっち行く、ある集団はこっち行く。そういう状態ですね。そういう中で40年もかかってしまったのでありますね。私たちは主を信頼して、主を恐れて進んでいく。 で3番目は、やっぱりこの精霊に励まされて、お互い励まし合う、大事ですよね。だけど、もっと大事なのは、精霊に励まされる、神様に励まされる、さっき申し上げたように、私たちは臆病になってしまう、疑心暗鬼になってしまう。 また、自分さえ良ければいいっていうふうになってしまう。そうではなくて、精霊に励まされて、精霊は、臆する霊ではなく、力と愛と、慎みとの霊ですね。私たちに力を与え、愛を与え、慎みを与えてくださる。これはもう人間の努力を超える。精霊が私たちに働いてくださるから、私たちもそのように歩むことができる。そして最後は、 3番目ですね、信徒の数を増していった、そしてここから、もう,もうあの、再度繰り返ししませんが、地の果てであるローマに、ですねパオロが福音を伝えていったということでございます。私たちもちょうど、半世紀余りの歴史を刻み、そして、ある意味は世代,、まあ、世代交代というか、そうですよね。 先輩の方々から次の世代の方々にやっぱりこう働きが移っていく歴史が刻まれていく中でちょうどこのお言葉教会はユダヤサマリアガリラサマリア地方に渡って平安を貯めて基礎が固まり主を恐れ精霊に励まされて歩み次第に 信徒の数を増していったというですね。このお言葉をしっかりと心に留めて2017年も歩んでいきたいと思いますシエスキリストの父なる神様どうぞこの年このお言葉によって歩んでいくことができますように初代教会が経験した本当にいろんな困難課題迫害 また信徒、えー、の数が増えていったがゆえにいろんな問題をうちに抱えていく中に選挙、えー、の働きが進みローマに、えー、福音が届いていっています私たちも同じようにいろんな課題を抱えながら平安を保ち基礎が固まり主を恐れ精霊に励まされて 読んでいきたいと願っておりますので主よ私たちを導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン